通にポケモン勝負？ぬみやはどう発音するねん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでさ、銀河団を追い出されたんはいいんやけど、何すればいいんかな。とりあえずあれが目指すとこ、キクイを訪ねる。あ、これさ、あれか、巨木の戦場におるってことか。え、違う？違うんよね、これよね。じゃあここにワープしていけばいいんや。君、一体何をしたのかね。何もしてないよ。あ、この子のこと？あれほどの大きな裂け目だよ。あそこからの雷がポケモンに落ちれば、どんなポケモンだって荒れ狂うよね。ん？真珠団のみんなも大騒ぎだからね。そんなことを言われましても。やはり空から落ちてきたものは、災いを招くものだったりするのかね。知らねえよ。落ちてきたくて落ちてきたわけじゃねえだろうよ。助けてほしい。それか。何が？だけどさすがにね、手を差し伸べたいけれど、カイさんに迷惑かかるからね。何それかって。わさぎりを沈めてくれて感謝しているし報いたいが、俺一人ではどうにもできないね。ヨネさんなら何とかしてくれないかね。あの人面倒見がいいからね。ヨネさん誰？ヨネさんはおそらく削られ橋にいるのではないかね。何でも思い出の場所らしいからね。広大な翡翠の大地、どこかに居場所はあるからね。ありがとう、頑張ります。どれって削られ橋、ここか。ってことは、とりあえず一旦高台ベース行けばいいか。で、ここから、あっちの方向か。おしおし。あ、でも結構近そうな感じかな。なんか今さ、なんかそういえばポケモン全然出会わんなーって思ったけど、言おうと思った途端にめっちゃおったわ。全然気のせいやったわ。でもなんかポケモンの量減った？気のせいかな。へえ、やめてよ。めっちゃ見られとった、怖。背後からめっちゃ見られとった。目の赤い子に。恐ろしいわ。この辺は何？脅し師がいっぱいいるのね。この辺やったら、あれかな。飛べばいいかな。ああ、いいね。このなんかすごく安全に移動できる感じ。素晴らしい。間違えた。こっちだね。怖い。めっちゃぶつかりそうで怖かった。あ、この人だね。いたいた。ゴンベや。あ、なんか見たことある気がするな。すごい空だよね。なんか変な色になったね。これだけおかしな光景が広がったら、誰だってまともではいられなくなる。何が起きているんだい？いやー、わからんよ。知りたいぐらいです、こっちが。わかるわけないか。うん。あんたのことはリーダーから聞いた。寿村に戻れないんだろ？そうなんよ、行き場所がないんすよ。だけどね、混合団でもあんたを助けられないよね。ね、この語尾に根がつくのは、一人じゃないの。あんたのために金剛団と銀河団が争ったら、あんたも嫌だろ？怪しさまに好かれたあんたに味方したいけれど、今は許しておくれよ。大丈夫。時が解決してくれる。それに、あんたは運命を切り開いてきたよね。これまでもこれからも。なんかいい感じのこと言ったようで、めっちゃ見放されましたけど。絶望。何？誰？何の鳴き声？あ、ヤッホー。何やったっけ君の名前。ちょっと忘れたけども。励ましに来てくれたんやね。ありがとう。親子？何みんななんかその辺におるときはめっちゃ戦い仕掛けてくるのに。んなんか誰か来た。あ。名前忘れたけど。あなたの周りでは不思議なことばかり起きますね。アイナさん、ウォロ。探していましたよ。お得意様がいなくなると自分も困りますからね。知らんよ、そんなの。てか、君から何かを買ったことがあったかしら。ええ、事情は知っております。優れた商人は情報の重要性を分かっているものです。さて、銀河団はもちろん、金剛団、真珠団にも居場所がないようですね。ご安心ください。誰もが翡翠地方の全てを知っているわけではありません。まあ、そりゃそうよね。だって、現実の私らだって別に、日本のこと全て知ってないけど。いいところをお教えしますよ。自分にお任せあれ。何？洞窟とか？洞窟は洞窟でめっちゃ人、お？こちらです。ボロ屋ですが、そこは我慢していただいて。何？君のお家？川入っていきよった。隠れ里。里っていうほどのサイズでもないけど。またゾロ怠けに来たのか。空が赤くても変わらぬやつよの。ゾロ怠けって何？どういう言葉？どうも、小木戸さん。今日は翡翠の神話や伝説を学びに来たわけではないのです。小木戸じゃ。してこやつは。まさに時の人ですね。荒ぶるキングたちを沈めたアイナさんです。ああ、以前話しておった時空の迷い人か。はあ、そなたのおかげで、ようやく務めを果たすそうじゃ。務め？時空の裂け目は捨ておけぬ。時間、空間の均衡が崩れかねん。それを防ぐ使命を託されたのが、時空の迷い人であるそなたじゃ。お？うん。長い話になるのう。参れ、自慢のいおりに入れてやる。てか自分家じゃないのにボロ屋って紹介すんなよ。全然別にいい感じのとこやん。時空の裂け目はの、いくつもの時空につながる穴という。その一つ、遥か向こうの時空におられるのが神王様。金剛団の真珠団のどっちかわからないけれども。まあ、金剛団の。王子来根、これ中という。四方上下、これ右という。現在を含む未来。すなわち時間を中と呼び、前後左右上下の全方向、すなわち空間を右と呼ぶ。わかるな。時間と空間、合わさって宇宙となる。金剛団、真珠団のように、時間と空間のどちらかだけをすごいと言えるものかの。言えないのでは。まあ、異なる時代を知るそなたにはわかる話よの。さて、時空の迷い人よ。使命の内容を伝えようぞ。いやでも自分の意思で来たならあれやけどさ。こっちだって別に自分の意思じゃないんやったら何も分かってはないんじゃない？翡翠地方にある湖、真珠湖、立志湖、H湖。それぞれに心を表すと言われるポケモンがおってな。湖の3匹の試練をこなし、授けられたものを霧の遺跡に持っていくのじゃ。そこで得られる赤い鎖なら世界をつなげられるらしいでな。世界をつなぐですか？裂け目を閉じるのではなくて。そのような目で見るな。わしだって裂け目が生じたら、湖をめぐり霧の遺跡に行けという、大昔の話がどこまで真実か知らぬ。それでも伝承せよとの役目は果たさねばならぬからの。先祖も罪じゃ。子孫の苦労も考えずに伝説など残しよって。伝説など残しよってって言われてもね。ふう、そなた、使命が分かったならやるよな。やるしかないんでしょう？やります。なすべきことを知っているというのは尊いの。誰から？アルセウスフォンが反応している。アルセウスフォンは3つの湖を示している。誰からって電話じゃないんか別に。小木戸さんのいおりにはクラフト代もありますし、材料であれば自分が手配しますよ。もちろん代金はいただきますがね。放牧場は？あ、ポケモンの？確かに放牧場は、どうしますかね。誰？ん？なんじゃ今の鳴き声。今度はポケモンでも迷い込んだのか？そなたたち、見てないで。はいはい。アイナさん、行きますかね。はいはい。ケイシー。おやケイシー、どこからテレポートしてきたのでしょう。あら、手紙ですね。アイナさん宛ての。ん？村の人からか？アイナは手紙を読んだ。アイナ、私のポケモンを通じて放牧場のポケモンをやり取りしろ。ベースキャンプも使えるよう手配した。優れた調査隊人として、君がこの異常事態の調査をいち早く終えることを信じている。調査隊隊長、島星。おー、島星隊長、優しいじゃないか。もしかしていい知らせですか？そうですね。さてと、3つの湖を巡るですか。なかなかに骨の折れる仕事。どなたか手伝ってくれませんかね。ん？ゴロさん、商人というのは抜け目ないね。お、手伝ってくれる人？とりあえずよ、混合団の連中は安堵させてきたぜ。キャプテンたちもキングの様子を見ているが問題ねえってな。だがよ、表だってあんたを助けるわけにはいかねえ。電木さんの面目を潰すと、団の関係がこじれそうだしね。つまりだ、こっそり助けてやるから、俺かこいつかどちらか選べ。まあ選ぶまでもないだろうがよ。どういうこと？混合団の席、真珠団の会、どちらと共に進むかを選ぶ。一緒に行動してなんか意味あるん？一緒にポケモン戦ってくれるとかそういうこと？どっちがどんなポケモンやったっけ？全然覚えてないんやけど。いやでもね、前も言った通り、私は人としてはこっちの方が立派な気がするけん、こっちと行くわ。なんかちょっと向こうね、若干ヒステリックな感じするけん。俺にするよな。あんたが吹いている雷の笛を譲ったのは誰だ？目の前にいる色男だぜ。なんかそういう、優しさ、なんか押し付けがましい感じはちょっと嫌やけど。待って、もうこっちとも話してみよう。私だよね。わさぎりを沈めるとき、材料となる鉱物を持ってきたし、共に沈め玉を作ったよ。ほう。なるほどね。これだけ判断材料。まあ、今までで一緒におったっていう経験も含めてないんやろうけど。へー。じゃあもう最初の直感でこっちで行くわ。はい。なんかちょっとムカつくけど。おう、任せておきな。では選ばれなかった。その言い方。電木さんの動向を見ておくよ。私なら話も聞けるだろうし。まあ、おじさんも女の子が追ってくれた方がいいんじゃないかな。では、選ばれた幸運なお方。一緒に湖に回りましょう。詳しいことは道すから説明しますので。それなんか男の人の方が強いポケモン持ってそうやし。なんとなく。湖？水地方には3つの湖があるけど。おう。とにかく向かおうとしようぜ。同行しているところを見られるとまずいからな。現地で落ち合おうぜ。頼んだよ、関。アイナさんに迷惑かけないでね。メイン任務、宍道湖の試練。あ、なんか、どんどん。立志湖の試練。H湖の試練。まあ、順番に回っていくか。まずは、それ？立志湖？立志湖2番目じゃなかった？出てきたの。まあそこはいっか。じゃあまあ示された通りに行くわ。現地じゃなかったん？そこにおるやん。どこに行くんだよ。とりあえずここってことやろ？どこだ？あっちか。とりあえず、乗りまして。あ、待って。その前に、ワープできなさそうか。うん、できなさそうだね。このまんま行こう。方向的にはどっち？こっちか？正反対やね。こっちか。あ、てかこっちやわな。あそこにマークついとるもんね。よしよし、オッケー。とりあえずこれで。進んでいこうぜい。あ、これダメージ受けなかった。よかった。ちょっと飛んだ後で後悔した。さささ。いろんなポケモンを駆使して。このさ、若干目玉だけ見えるのめっちゃ怖いよね。あれ今なんか、気のせいか。一瞬なんていうの、人玉が見えた気がしたんやけど。あ、ここってあれ？あ、違うか。違うか。ギャラドスとかがおったところって別のとこやっけ？ここはなんだ？メノクラゲとかおったとこかな？いや、なんもおらんな。何もいないですね。あ、おった。コイキングがおるってことはやっぱギャラドスも。ん？ここ破壊して入る感じ？こちらの湖、大昔は火山だったそうです。火山噴火によって形成された大きなくぼみに水が溜まりできたのが宍道湖だと言われています。ほう。別にこれ洞窟ってわけじゃないんかな。守っているのはエムリットというポケモン。エムリット？何それ。エムリットが飛び回ったことで、人々に生きる時の喜び、悲しみというものが生まれた。そう言われています。お。アルセウスフォンが反応している。何あ、穴開いた。じゃあやっぱり、この中にエムリットがおるってこと？なんと、先ほどまでなかった洞窟が。それが博士が噂していたアルセウスフォンですね。行こうぜ、アイナ。ポギトさんが言ってましたよ。湖のポケモンと会うには強さを示す必要があると。なんだか物騒な話ですね。ってことは戦闘ってことだね。なんとも言えねえ場所よな。一緒に戦闘してくれるんかな。あ、これ？なるほどね。見たことあるわ。エムリットって言うんやね、君。ただならぬ雰囲気のポケモンが待ち構えている。アイナ、戦え。湖のポケモンによるお出ましだろうぜ。一人？一緒？宍道湖の試練。宍道湖の空洞に潜むポケモンと戦う。普通にポケモン勝負？ぬみやはどう発音するねん。目に小さいあ。てか何タイプ？水？毒？ぬめるゴン。ドラゴンかな。待って爆風ダメやん。一瞬で。誰？一応地面格闘。地面と格闘が効果抜群っぽいね。じゃあ。あ、この子の進化系ってことか。なんかヌメイル私今持っとるけんさ。どうしよう。毒ロックでいきますか。とりあえず。入れ替えます。大地の力。相手レベル58か。立てこもる建物みたいやね、それ。あ、それ尻尾巻いとんかと思ったら殻なんやね。カタツムリってこと？なるほど。いいぞ。どんどん守備力も弱まっていく。いやでも守備力上げよんかこれ。戻すなよ。まあ、でも攻撃してこんけんいいや。イエーイ、やっつけたよ。これで OK？ ふう、よかった。思ったより簡単やった。さすがだなアイナよ。ね、何しに君いるの？一緒に戦ってくれるんかと思ったのに。あんたを見ていると、ボールで捕らえたポケモンとも心を通わせられるのがわかるぜ。ん？不思議な気配を感じる。何？誰？